ない。空気も入んない。霧があんな風に発生するかな。そうだよね。変なの。わねえ、本当に体調悪そうだよ。寝つき悪い方だったっけ？京介ちゃんが頼みの綱なのに。でもさっき、最近はずっとそうだって。心配だね。京介、しっかりして。お兄ちゃん。兄ちゃん、諦めないで。
おはよう。今日は休むって。やっぱりカズハちゃんのクッキーは美味しいね。愛情が隠し味だからね。何それ。真顔で問い返すのやめてよ。私は寒いの苦手だけどね。ねえねえ、昨日言おうと思ってて忘れちゃったんだけど、三枝先生に会ったんだって。怒ってはいないけどさ、先生にどこまで行ったなんて聞かれたし。でもどんな話したの。どんな感じした。やぶって感じじゃなかったでしょ。でしょ。熱々じゃない。おお、否定はしないと。うし、ちょっとテラス行かない。うわ、寒い。真冬のテラスは本当冷蔵庫みたいだよね。風の子なんて時代もう終わっちゃってるってことかな。中から見えないところ行こう。ねえ、三枝先生と会った時、先生なんか言ってなかった。ここ2、3日でますますひどくなってきちゃって、
そう、そういうこと。今までは、本当言うと、意味のある声は聞こえてこなかったの。ただ、なんていうのかな、感情の波みたいなのが伝わってくるだけで。そう、そんな感じ。そんな感じだったはずなのに、今ではもう本物の幻聴になっちゃった。京介ちゃん、驚かないでね。これって多分、私が兄貴を刺したのよりショッキングだと思うから。先生はやっぱりプロだからかな。あんまり驚いた風じゃなかったけど。声はこんな風に言ってくるの。私を殺さないでって。ね、びっくりしたでしょ。私、そんな風に恨まれる覚え、兄貴以外には全然ないしさ。で、もちろん先生にも相談して。そしたら先生、警察署に連れてってくれたんだよね。違う違う。つまり、その手の事件が本当にあったかどうか調べましょうってこと。警察って案外優秀なんだね。ここ何年か迷宮入りになった殺人事件はないんだってさ。びっくりするよね。広い県内でそうなんだから、ほんと優秀だよ。じゃないの？警察署の人がそう言ってるんだから。まさか私ら相手にそんなことごまかすとも思えないし。だから不思議なんだよね。私を責め立てるのは誰なんだみたいな。気になるよね。三枝先生は解放に向かっているから大丈夫だって言うけど、だから京介ちゃんに聞こうと思って。何か言ってなかった？そう、京介ちゃん。今の言い方、女の子っぽかった？鏡を見ながら練習しました。練習には続きがあったから。
私のこと話さないでね。ね、練習でもしなきゃ言えないセリフでしょ。そう言ってもらえると嬉しいけど、答え聞かせて。本当は目をうるうるさせて待つだけのつもりだったけど、でも、言って。